はい、ムです。こんにちは、どうも。はい、先日ですね、東京ディズニーランドのクリスタルパレスで今やってるですね、このパークのスイーツがね、いっぱい食べられるスイートタイムセレクションっていうですね、こちらのビュッフェ、これがですね、終わりになるっていうね、そういうアナウンスがありました。今日はそれについて紹介したいと思います。このね、東京ディズニーランドのクリスタルパレスレストラン、あのパレードルートにあるなんか宮殿みたいな白いあの大きなレストランね、あそこってもともとですね、昔からビュッフェをやってました。この10年ぐらいかな、ずっとビュッフェやってまして、でそれがですね、コロナで臨時休園から開けた去年の8月からですね、こちらスイーツ食べ放題のスイーツビュッフェということで今営業をしてました、ずっとね。でこれがですね、ただのスイーツビュッフェではなくって、このランドとかシーのですね、このね、スイーツ、それとワゴン系のフード、この辺がですね、こうギューッと30品ぐらいがですね、このクリスタルパレスレストラン、クリパラに集まってて、でそれがですね、60分で3000円で食べ放題っていうのをやってました。でこれはこのホームページなんですけども、これ大人2980円ですよね。でこの制限時間60分、まあちょっと短いんですけども、うん、これで約1年間営業してました。でこれがですね、なんと8月の29日、今年のね8月29日で終了っていうふうに書いてあるんですね。これいいですか、これ公式ホームページね。はい、こちら見てください。2021年の8月29日で終了っていうふうに書いてあります。でこれがですね、60分でスイーツ食べ放題、まあ、約3000円でどうなのっていうふうにこれ思う人もいると思うんですけども、これですね、実は意外と悪くなくて、初め短っと思ったんですけども、これですね、ランドやシーで結構ね、ワゴンで500円ぐらいする普通のワゴン系フードがこれずらっと並んでるんですよ。例えばね、浮き輪マンとかですね、あとはチャンドゥーマンとかですね、あとはティポトルタとかですね、寿司ロールとかですね、このCのフードなんかもね、食べれました。あとはね、あのボルケーニアなんかで売ってたなんかサリーのまんじゅう、サリーマンとかですね、あとはね、リトルグリーンマンとかもあったし、あとはね、タピオカドリンクなんかもありましたよね、まあ、あとはね、チロスとかですね、結構これですね、あのフード食べれるのっていうね、そういうものが結構並んでて、これ意外と良かったんですよね。でしかもメニューもずっと固定ではなくって、これね、2、3ヶ月に1回結構ね、予告なく変わったりしてました。で甘いもんだけじゃなくって、そういうですね、しょっぱい系のものもありましたので、これね、意外とね、あのご飯になったんですよ。お昼行くとね、1食分にもなったし、あとドリンクも飲み放題で、普通のね、なんかファミレスぐらいのね、まあファミレスは言い過ぎかな、まあ最低限のそういうドリンクもね、普通にあったかいの、冷たいのもこれ飲めました。なのでこれね、普通のビュッフェなくなってなんだと思っても、これ意外とええやんっていう風にね、悪くないよっていう風にね、そうやって思ってる人も結構これいましたよね。でこれがですね、終わってしまうんですよ、8月29日で。はい、でこれがですね、新しく9月の3日から始まる生まれ変わったビュッフェですね。こちら見てください。大人4500円、結構高いんですよね。でこれコロナ禍になる、コロナ前はですね、これもうちょっと安かったです。はい、こちら4500円ね。でこれね、コロナ禍になる2019年はですね、確か3150円だった気がしますね。なのでこれ一気に値段が上がってしまったんですよね。はい、ここに書いてありますね。9月3日よりクリーパレーのビュッフェがお食事のメニューを多くご容赦ないようにリニューアルいたしますと。でリトルグリーンマンなどのパークで人気のスイーツメニューはそのまま日本をゲストの目の前でカットするローストビーフや、ご注文を受けてから仕上げるクレープシュゼットなど初登場のメニューを含め約50種のメニューをお楽しみいただけますと。はい、ね、まあ、安心安全に利用いただくためにビュッフェや手袋を用意しますと、マスクを着用してくださいと。はい、これで75分ということで、はい、75分でこちら4500円ですね。で、イメージ写真がこのようにあります。1枚目、2枚目、おお、確かに結構豪華だね。3枚目、本当だ、なんか目の前でなんか料理してる。
なるほど。で、これでまあ4500円のビュッフェになると。はい、このようにですね、クリーパレーのビュッフェがまたね、スイーツからこのように食事ができる、はい、あのビュッフェ内容にリニューアルします。それでですね、これに関して、いろんな意見があるんですよね。これもう一回この前の絵、スイートタイムセレクションに戻ります。はい、これ今やってるビュッフェですよね。このね、今やってるビュッフェはそもそもなんでこのビュッフェが、まあ、生まれたかなんですけども、これですね、従来のビュッフェっていうのはね、なんかトングでね、こうやってなんかおかずとかね、なんかフードとかを自分でセルフで普通やりますよね。バイキング、いわゆる食べ放題ね、ビュッフェ。で、ところがですね、これまあ去年のコロナがあって、で、従来の普通にトングでね、セルフでこう取り分けする従来のビュッフェがちょっと営業できないということで、で、おそらくこれパークの方も悩んだと思うんですよね。で、かつパークの方も縮小営業でワゴン系のね、そういうクイック系のレストラン全部クローズで、で、この行き場をなくしたこのワゴン系のフードとかスイーツがまあ大量に余ってると。で、だったらこのクリパレのビュッフェで集めりゃええやんけっていうことで、まあこれ一石二鳥ですよね。従来のトングでこういう取り分けのビュッフェができない、さあどうしよう。で、パークのこのね、スイーツ系とかワゴン系のフードも余ってる、さあどうしよう。だったらこれパークのフード大集合っていう風に、クリパレのビュッフェをね、こうせらええやんけ。これアイデアうまいですよね。ナイスアイデア。で、満足度としては60分3000円でんって感じだし、パークのフードが一堂に行ってね、ちょっと微妙と思いながら、でもね、蓋開けて行ってみたら、あの浮輪まんはあるわ、このスプリングロールはあるわ、寿司ロールはあるわ、ティポトルはあるわ、チロスはあるわって、これ考えてったら、これ意外と悪くないやんけっていうのはね、結構これ思った人多いですよね。で、僕もなんやかんや言ってね、これこの1年間ぐらいで3回ぐらい行ってるんですよ。はい、なのでまあそういう風にね、まあよくぞこれひねり技でね、あのスイーツね、タイムセレクション多分よく行ったもんだって感じですけども、はい、このようにこの営業をしてたこのクリパレのこのスイーツ食べ放題が、はい、まあいよいよやっとこの、はい、通常のまあ携帯にまあ戻るってことですよね。で、これただですね、これ戻る言うてもですね、まあ高いんですよね。で、高いのも理由はあって、でこのね、これよく見ていくと、従来のパークで人気のスイーツメニューはそのままにって書いてあるので、今のこのスイーツタイムセレクションのメニューほぼそのままで、さらにそこにローストビーフとかこのクレープシュゼットとかがまあ乗っかってくる感じですよね。で、15分時間が延長されて4500円と、でもこれ高いですよね。それでですね、これちょっと皆さんこれいいですか？ビュッフェで75分4500円。で、ちょっと待ってって思った方いますよね。ちょっとこれいいですか？はい、ここでですね、ドドーン、これ見てください。Welcome to New Dream Lunch Buffet。これはですね、このパークの正面にあるランドホテルのこのシャーウッドガーデン。このランドホテルのレストランのシャーウッドガーデンのこれ、ランチビュッフェなんですよね。こちら見てくださいよ。大人平日4000円、土日祝4500円。なんとこれ、クリパレのビュッフェとこれ、同じ値段なんですよね。しかも平日の方がですね、なんとホテルの方が安いんですよ。ホテルビュッフェの方が安いってこれすごくないですか？で、メニューの一例っていうふうにこう書いてあって、これまあ写真はないんですけども、まあ言うてもホテルビュッフェですからね。で、シャーウッドのビュッフェって僕も食レポ何回かやってますけども、これ意外とテンション上がるんですよ。とにかくいっぱいあるからね。で、それで、このシャーウッド、これいいですか？なんと、時間無制限なんですよね。これ確認しました。これね、さっき実はホテルに電話して確認しました。時間制限ありませんって言われました。ただですね、ランチはランチで、ランチタイムってあるので、確かね、お昼11時半から2時半かな。確かね。なので、まあもちろん営業時間はこれまあ定められてますので、その時間の中でしたら無制限なんですよね。はい。なので、こちら、シャーウッドのランチビュッフェが、これ平日4000円、土日祝4500円。で、もう一回これ、いいですか？これクリパレ。これクリパレは、
まあ、土日時間関係なく4500円。で、ただし、利用時間75分と。ということで、これ結構ね、すごい近いところで、この同じようなビュッフェがですね、結構これ、がっぷり四つでぶつかってんですよね。これ皆さん、これどっち行きますか？これね、クリッパ連のビュッフェまだ始まってないので、このホームページの情報だけで決めつけるのは、ちょっとこれまあ、早計ですけども、まあ僕は今のところですね、やっぱホテルビュッフェかなって正直思ってます。これはでも食べ比べしたいですよね。これ9月3日、クリッパ連のビュッフェ始まったらですね、ぜひこれシャーウッドと比べてどうかっていうのは、これちょっとね、僕食べ比べしたいと思ってます。はい、なので整理すると、こちらがこれ今やってるこのクリッパ連のこのスイーツタイムセレクションね。まあ、これですね、まあさっきも言いましたけども、まあ行き場をなくしたパークのフード、ワゴン系フード、スイーツ系フードが、このクリッパ連に全部集まってると。まあこれ言ってみればですね、これ僕の視聴者さんにも言われたんですけども、まあこれパークフードのアウトレットですよね。はい、今このクリパレはパークフードのこれアウトレット状態なんですけども、で、このアウトレット状態がですね、まあ悪くはないと、テンション爆上がりではないんですけども、まあこれ人によってはね、スイーツのね、このおかずというかね、このフードの数もね、正直ちょっと微妙だしで、ってね、あと60分でね、この2980円ってとこでも、って思う方もいれば、がっかりよかったのにっていうね、方もいると思うんですけども、まあ、とにかくこれはね、8月29日で終了すると。で、それで、はい、こちら、9月3日からこれ予想も新たにですね、これパワーアップして、75分4500円で、本来のビュッフェに今戻ると。で、スイーツ食べ放題どうなっちゃうのってね、思った、がっかりした方もいると思うんですけども、まあ、これ読んでいくと、このね、パークで人気のスイーツメニューは、そのままにって書いてありますので、まあ、このフードの部分が乗っかってくるわけですよね。で、15分長くなって、で、さらに1500円値上がりするんだけども、まあ、その分、この50種のメニューっていうことで、まあ、パワーアップすると。で、まあ、ね、高いんだけども、まあ、おお、そうかと、50種だったら、まあ、ええかって、まあ、思えるんですけども、はい、ここでこちら、ランドホテルのこのシャーウッド。はい、こちらの方が平日は安いと。で、まあ、加えて時間も無制限ということで、まあ、シャーウッドのね、ランチビュッフェの方がもしかしたらお得なんちゃうっていう考え方もあるわけですよね。はい、こちら9月3日以降、これどっちのこれね、ビュッフェ行くか、皆さんこれ悩みどころですよね。はい、これ僕の方ね、これ食べ比べしたいと思ってますので、ぜひこれ期待しててください。はい、ちなみにシャーウッド、これ夜はね、ディナービュッフェって言って、これおかずがパワーアップします。で、こちら見てください。平日5200円、土日祝5700円で、はい、お値段上がります。こちらクリパレよりも高くなりますね。まあ、その分ですね、この具もですね、具でおかずというかね、フードもですね、よりパワーアップして、より高級食材なんかになります。で、今のところ9月以降、パークの営業時間どうなるかわかりませんけども、今は19時ですけども、この9月3日以降に関しては、もしかしたら閉園時間20時とかね、21時になるかもしれませんよね。そうすると、まあ、夜の時間。まあ、でもね、クリパレのこの夜のおそらくビュッフェもですね、まあ、18時ぐらいで終わってしまうと思うので、まあ、このディナーの時間とは変わらないと思うので、このシャーウッドのディナー VS クリパレビュッフェっていう、そういう対決比べはおそらく、まあ、ないナンセンスだと思いますね。はい、なのでこちらのランチメニューでちょっとこれ食べ比べしたいと思います。はい、以上ランドのクリパレのスイーツビュッフェが終了して、本来のちゃんとしたビュッフェに戻るという、はい、そういうお知らせ動画でした。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。